皆さんこんにちは、ジェシーです。先日スワンキーダンクというバンドのライブのリキャップムービーを作りました。1分ぐらいのムービーなんで、まずはこちらをご覧ください。はい、ということで今見てもらったムービーなんですが、使ったカメラは2つで、メインはソニーの FX30、 それと飛び道具的な感じでインスタ360X3 を使ってます。で、今見てもらって気づいた人もいるかもしれないんですが、基本ステージの上からしか撮ってなくて、で、お客さん側ステージ正面からの絵っていうのはないんですよね。で、というのもこの日はスワンキーダンク活動休止明け一発目のライブで、で、4年ぶりぐらいのライブだったんですけど、会場も下北沢シェルターっていう、まあそんな大きくないライブハウスだったんで、お客さんもまあパンパンだったんですよね。で、あまりにも人がパンパンすぎて、もうフロアとステージの行き来ができない状態だったんで、もうステージ側からの絵は捨てて、で、フロア側からの絵だけでどうにかしようと腹をくくって撮ったって感じです。ただ飛び道具的に持ってたインスタのところがあったんで、途中もうステージからフロアにダイブして、で、お客さんの上をクラウドサーフしながら撮った絵も途中に入ってます。で、そのクラウドサーフしながら撮ってた様子を俺のアシスタントが写真撮っててくれてたんですけど、その様子がこちらです。もういい絵を撮るためだったらどこにでも行くぞって感じで撮ってました。で、編集とカラーグレーディングはダヴィンチリゾルブでやっていて、で、細かな色味の調整は前回の写真のレタッチの動画でも話したデハンサーでやってます。で、このデハンサーは、10% オフになるクーポンコードをもらっているん で、購入を検討している方はぜひ使ってください。概要欄にクーポンコード書いてます。はい、ということで今回はスワンキーダンクのライブのリキャップムービーの裏側の話をしてみました。まあ、少しでもいいなと思ってくれた人は LIKE ボタンをお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。今回も動画を見てくれてありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。